こんばんは、りょうです。1ヶ月で100時間バイオリンを練習するチャレンジの16日目です。本日は2020年12月16日。ただいまの時間は21時40分です。はい。今日はね、なんかあの立った姿勢ですけどあの、特に理由はないです。本日の練習時間は、あれ、ちょっと待ってよ。はい。3時間。 部屋が映りまくる <laughs> 3時間33分です。はい。今日も無事、もう今日はクリアです。そうね、今日は、今日はね、レッスンもあったんですけど、もうこの時間には終わってるんですよ。21時40分ですけど、日によってはね、10時半とかもっとかかる時もあるんで、結構早い感じで終わりました。ね、朝ですね、朝。 朝めっちゃ大事ってことを学びました。もうね、できるだけ早い時間、午前中、朝午前中は本当に大事だってことをね、改めて学びました。やっぱね、スタートダッシュ切れてるとね、まああとちょっとだしやるかっていう気にもなりやすい。精神的にすごい楽なんで、朝ね、頑張ってやろうと思いました。結構ね、余裕こいちゃうんですよね。 余裕国って言いますよね。余裕国って普通に言いますよね。なんかね、まあ、まだ時間あるからいいかとかってなっちゃうんですけど、それはね、ダメです。朝、朝やる。とにかく朝頑張る。っていうことが大事だと。学んだ16日目でした。引き続き頑張ります。また明日お会いしましょう。バイバイ。